こんにちは、淡井圭介です。2023年1月の5日、20時58分、まあ、結婚希望相手は佳子様で固定なんですけども、まあ、まあ、皇室の方たち、まあ、佳子様、眞子様へ、まあ、状況報告と、今ちょっとだいぶ今日は顔つぶれてるんですけども、なんかこの辺痛い。まあ、ご一同の方たちなどなど、まあ、国会議員の方たちも含めて、まあ、昔みたいに監視カメラ設置しようかなと、まあ、結局その時は、ハリーの第一タウンハイツでというような形で、昔はここの住宅に監視カメラが置かれてたんですけども、今日も実費で監視カメラ設置しようと思って、屋外、1万8000円、屋内1万円で、SD カード 128GB のものが3000円と、まあ、2台設置しなかったら、結局、不法侵入してくる人間が存在してますから、で、それに関して、まあ、警察官とかも、対応してくれていないですからね。そのこの間エースコックのワンタン麺を2つ食べられていたっていう件に関しても、でそのハレーム整骨院自体にその絡みに来る老人っていうものが本当にたくさん存在する。でもともとどういう職業の人だったかも全然わからないですし、あとその絡んでくること自体がもうこの辺り一帯でいろんな人たちが常態化していたと。で遠征からこの辺に泊まり込みで絡みに来る連中とかがたくさんいたと。まあ、それはスポーツの勝ち負けとかどういうふうなところの話を聞いてそういうような行動をしているのかわからないですけども、だから中には悪党業界のままの人間も存在するでしょうし、例えばこの間の報道の日に出演していた畠山という女性の眼鏡をかけたものは、まあ、元田中麗奈だと思われると。まあ、もともとそういう業界の人間が出ているのか何なのかというところなんですよね。そういう影の人間が出てきてる。どうしても芸能界自体がそういう部分あるでしょう。もともと親が芸能界出ていてと。その娘とか息子だとか。まあ、もともと安倍さんとかもテレビに出ること自体強く拒否していた。なんで私がこんなところで話しなければならないんですかって。だから昔の方がもっとひどかったでしょうし、1956年に売春防止法が出来上がってますから、ごめんなさいね、まあ、申し訳ないです。足組みました。ちょっと、気持ち切り替えて、まあだからその辺のところで、まあ、これを皇室の方たち、まあ、耳に入れておくというか、まあ、こちらの、まあ、本音を知っていただくぐらいで、まあ、あとは国会議員の人たちがどう動くかとかだと思うんですけども、まあ、真の経済の方からね、テレビ局を合併させたりだとか、知ることが全部めちゃくちゃですから、いや、人口は2003年に個人情報関係が出来上がって、まあ、こういうふうな形で人口は進んでると、男性女性の割合が。で、まあ、一部の年だけちょっとだけ増えたと。まあ、その時は確か眞子さまがご結婚された時で、全体的に結婚を祝福しようという、まあ、まあ私の方からもそういうふうにテレビ局全体で持っていきましょうというようなところで、少子化からの、まあまあ、わずかな、脱却といいますか、あと、まあ、テレビ出演者の、まあ、他の人たちとかで、まあ、結婚、まあ、それが嘘じゃなければいいんですけど、もう見ていて何が本当に何が嘘かも分かんなくなってきてるんですよ、僕の方も本当に。で、その田中麗奈っていうものも医者と結婚してるみたいで、2016年にね。で、だから精神病院関係の医者自体がもともと公務員とかで訴えられた人間とか、元警察官だったり、そういう人間が精神病院の医者になってますから、だから隠蔽に次ぐ隠蔽で行政内のその悪党組織、だから、まあ、だからテレビ局関係者としてテレビ出た人間が兵庫県民内で何人いたのか、やっぱりああいうふうなものに出ていたら、どうしてもそういうふうな
特に女優俳優と呼ばれているところ、そういうふうなあのエロシーンっていうのはなくなってきたはずだと思うんですけども、そこを徹底的に抑え込まなきゃならない、ずっと。で、まあ、その監視カメラの件で、まあ、電気屋さんの工事とか含まれるんだったら工事費を3万円か5万円かかったりだとかで、まあ、私の方はお金、まあ、私の今一時的に口座にあるお金を見て、その何かね、宮内庁の人たちとかお金持ってるか持ってないかのところ判断とか国会議員の人がされてるんだとしたら、それは、間違ってますと。生活保護費、まあ働いた分のお金が支払われた時に、その次の生活保護費からお金引かれるんですよ。で、手元に残るのがだいたいこれぐらいとか、まあ、そういう表は僕のホームページに貼り付けてあるんですけども、生活保護の状況のところ、政府の正式な書類の、写真の方、画像として添付してるんですけども、まあ、公文書公開という法律があるから全く問題ないです。で、まあまあ今日もちょっとひどい顔ですけども、そのだいぶ睡眠不足等にもなってますし、それ相応にだから例えば田中麗奈とかもその写真集で上半身脱いだらしいですから、まあどこからどこまでか僕も分かんないですよ。そんないちいち調べられないし、そういうこと警察官の女性の警察官が調べたらいいじゃないっていうことで、で報道の方に畠山っていう名前で出てきてるでしょ。で他にも若月千夏っていう名前で写真集出した人間は報道の中に混ざり込んでるんですよ。無理ですよ、これはっきり言って。で、男性のアナウンサーでエロ側に走った人間っています？それ知りたいんですよ。もしくはエロ業界側から男性アナウンサーになった人間っていうのは。僕は絶対違います。僕は騙されてキャバクラとかに連れて行かれた。だからもう上の人間に、疲れた人間にそういうところに連れて行かれそうになっても、もう相手しないようにしています。か、怒るか。ね。だから怒っちゃダメだって言ってる、有馬警察署の人たちも、もうその人たちも僕が、アダルトビデオコーナーに関して通報しに行った時に、レンタルショップを潰しに行かなかった人たちですから、基本的に。そこに固まりすぎたんですよ、有馬警察署に。だからこの辺でもともと医療業界が悪党業界であったとね。だからエロ関係のところの動画とか一通りいろいろ探してみたら、これ本当に病院潰れた病院とか使ってるんじゃないのとか、設備的に、もしくは東京都とか日本語喋ってるんであればね、東京都とか大阪府のその高い高層ビルの中で一体何を作ってるんだと、もう良くない社会しか作られないですよ。そういうふうなところを、こういうふうな警察官の中になぜそういうとこすぐ捜査しないんだっていうと、なぜそういうとこすぐに潰さないんだっていう姿勢をしっかりと示せる人間の方が上位として扱ってもらわなかった、これは無理ですよ、この世の中。これはもう内閣の人たちもそうですし、だから正直人類は滅ぶか滅びないかのどちらかの瀬戸際なんですよね。でそういう勢力を残していたら滅ぶんですよ、まず間違いなく。ずっと足引っ張ってきていますから。まあ今日もその田中麗奈らしき人物も、らしきとしか言えません。もう年末の報道の日も本当はあれいつ放送されたんだろうとやっぱり思っちゃうんですよ。ニュースの放送の仕方が放送の仕方なのと同じことを言ってるから、去年と同じこと言ってませんでした？小川彩香アナウンサー、分からないですよ。番組最初に見た時に本当は私の方でしたって唐突に言い始めるんですよ。で、何のことかよく分かんないでしょ、本当は私の方でしたってだったら。だから嘘を言ってたのが報道の人間として私の方でしたっていう意味で言ってるのが幅が広すぎるんですよ。
でテレビに出てる、例えば毎日放送の髪の毛染めてる女性アナウンサーごときがですよ、私に向かって私側だのなんだのとか言ってくるんですよ。淡井圭介側かどうかだって、芸能界はって。成井戸様とかに、まあ、お話しした時に芸能界のことは君に任せたの話があるんですから、当時の国会議員や総理の人たちとかも、まあ最初はね、いきなりそんなところ絶対無理だと、荷が重すぎるとか、そういう意見と、まだ彼は綺麗な状態だから、正しいことをすんなり言えると。このまま彼の援護について、その辺のところを正しくしていくのか、っていう意見に分かれてましたね。まあ結局、まあ勤務先でも裁判所の人たちとかも一緒に働きに来ていましたけど、まあ、結局ややこしいままですね。これは本音ですね、本当に。まあ、髪の毛染めてる人間かなり出回ったでしょう。だからこうなった時点で難しいんですよ、どう考えても。だから裁判所で勤務してる人間で芸人としてもともと黒髪でテレビ出てた人間とか見ましたし、神戸の簡易裁判所にね、そのものは見かけました。神戸地裁のところも窓口の人間がコロ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 変わってるのは知ってますし、で、まあ、その裁判所で勤務してる者が髪の毛金髪に染めて髪の毛長くて、で西岡澄子っていう名前で出てましたけども、テレビではね、だから裁判所で新しい法改正をするのであれば、まあこれは総理とか内閣や国会議員の方たちへの請願法による信条ですけども、もう名前変える判決なしにした方がよくありません。まあこれ難しいんですけども、親が付けた名前とかで家族間で喧嘩になって、こんな名前じゃなかった、私はこんな目に遭わなかったっていう女性の方の話、まあまあまあ、まあまあ結構聞いたり見たりとかもあったんですけども、まあただその厚生年金と国民年金をその2000万生涯でかけてなかったら、60歳から支給なのか65歳からの支給なのかわからないんですけども、これも時間の経過とともにその時の人口の割合とか経済事情とかでも変わるかもしれませんから、今までの例を考えると、で一月あたり15万までたどりつかない女性の人は、そこまでたどり着いている人は3割5割満たないでしょう。だから、まあ、どうしても社会全体としてのその歪みの中で、まあ、女性の方がなんか自分たちの方がまあ苦しんでるっていう一部錯覚にも陥りやすいですし、もう少し物事を根本的に見ていくと、阪神・淡路大震災がありましたと。まあ、東日本大震災、九州の熊本大地震、まあ、新潟でも大きな地震が2回ありましたと。やっぱりそういう中心地でその被災された人たちとかって、やっぱり経済的にやっぱり無理あるでしょう。その年金2000万かけといて、例えば、一軒家建てるだとか。ああ余計な仕事を増やして、だからテレビ局に関して余計な仕事を増やして、まあこれも国会議員の人たちとかでも、昔僕が言ったその内容とか、まあ同じことをおっしゃられてた人たちはたくさん世の中いましたし、だから余計な仕事を増やして余計不幸な例を招くぐらいだったらの話になるんですよね、どうしても。だから春山整骨院に集まってきてる人間も車に乗ることいつまでたってもやめない、開き直ってる。でそこに対して厳しいことを言っただけで、有馬警察署の人間がここずとばかりに強制入院させたと。だから宝塚三田病院とかと強く組んでいた
人命会病院とか精神病院と強く組んでいた。この警察官たちを辞めさせて世間のニュースにしないと、淡井圭介にもインタビューして、これができないんだったらこの地域どころか日本全体はもう結局無理だっていうことになります。この地域を見てしまってるから。アダルトビデオコーナーが置いてるところがあって、まあ一つは蔦屋はやっと潰れましたけど、まだギオが残ってる。ギオはこの間入店した時になんか亡くなってるとか、なんかそんなワードはコンピューターからの電波で飛んできたんですけども、そこの敷地内だから、別にそれ奥まで行って確認しなかったんですけども、もうそこはもうあのまだ置いてるんだったら、あの業務潰したらいいっていうことは YouTube で言ってるし、法律業界の人たちに、行政の人たちも含めて、もうそれは潰したらいいでしょうし、もともと谷上店だってね、さっさとなくなってるんだから。神戸市北区に谷上駅っていうところがあるんですけど、その近くにあったんですよ。もうそこもすぐに倒産しましたよ。だから、まあ今日もアップロードしてる内容多くて、見てる余裕ないっていうのもあるかと思うんですけども、まあ、国会議員の人たちもね、いかにそういうところしっかりと、仕事させないようにするとか、名前を書いたらダメだとか、そういうふうなところでしっかりとあの物事を進めなかったらこれ無理ですよ、本当に。同じことずっとする連中が後からずっと湧いてくるから。で、また顔取られた。それは最近のところ万博関係で言ったら、石毛さんとかが無理やり進めようとしてるし、石毛さんは悪いで、エネルギーの残存量問題の方が上ですから、重要度で、まあ、セブンイレブンで長い間社長をしていて、その後顧問か何かになってた、相談役かな、誰か、まあ、名前忘れましたけど、その人がまた何かね、またテレビのニュースでその人が映像出してくるんですよ。もう何年前の映像か分かんないんですけども、変に字幕つけてるのか、本当に万博関係のところのポストについたのか分からないですけど、まあ、席というか、立場というか、役職と言いましょうか。その人たちでしょ。エロ業界をずっと認めていて、そういうところ、自社の、だからコンビニエンスストアの、あのローソンとかの社長をしていたりだとか、セブンイレブンの、セブンイレブンの人ですね、その人は。で、その人に関しても名前挙げて言ってるのに、その人は万博関係。で、実態は今どうなってるかわからない。今の君を見ていると泣けてくるとか、昨日の映像で言われてるんですよ。なあ、どのタイミングでテレビ局の連中とかが、プロデューサーとかが、そういうような映像を出してきてるのかどうかっていうところと、まあ僕は佳子様の反応を見て、まあまあ希望も持つでしょうし、ただもう今のこの間のその信号で待っていた時の隣にいたのがもしかしたら眞子さまだったのであるとすれば、私がこう顔を見ようとしたらこう左側を向いて、なんかね、わかんないですよ。もう目も、もうマスクだけで目元だけで判断しようと思ったら、それは難しいですわ。
本当にもう無理あります。本当にもうどうしてもこういう喋り方になってしまいますよ。で、何回かそれ経験したことがあるような気がするんですよ。で、つけてくる時のマスクはどうだとかこうだとか、そんな細かいことまでずっと覚えていられないですから、こんなに対応することが多くて、この辺のところとか、まあ、今日届いてきた書類とか、今日一日いろいろ動画アップロードしてますけども、まあ、また人材派遣会社の方の仕事なんですけども、結局、給与保障という形になりました。来週の9日から15日までの間と。で、まあ、1日あたり、まあ、8割型の保障を、これはテレビのニュースでも多くの企業がそういうふうに動き始めていると。まあ、そういうふうな話だったので、日本電機さんもそういうふうに動かれたんだと思いますけども、もともと法律の一番最低限のところで言うと6割保障なんですけども、そういうふうな電話の受け答えだとか、その監視カメラをつけるのに、まあもともと去年から電話かけてたんですけども、まあ今年取り付け云々とかも含めていろんなプランだとか、屋外用と屋内用のものだとか、まあそういうふうな書類送っていただいて、まあ今日こちらで確認して、まあもう一度電話かけてと。で、まあ、まだその人材派遣会社の仕事が給与保障っていうことの返答はまだもらってませんでしたから、明日明後日しあさってのどこかで、まあ結局は9日から15日までのその間は休業保障で、まあ3日間ほどの休業保障になるんですけども、だからまあそれまでの空いてる日を、まあ土日月と、まあその辺のところをお伝えしてと。いうような形で、まあ、やっぱり出費がっていうところですね。だから、その河川水門解析団発電の、特許に関しても、だからまあ、僕のこの悔しい気持ちっていうのをご理解してほしい。その辺のところとかも。で、その、危機感っていうものを本当に多くの人たちが持っているのかどうか。これがその、安定して給与をもらえる人たちほど危機感ないようにも見えるんですよね。なんかこう厳しい言い方をしてしまうと。ただそのエネルギーの残存量問題とか僕は言わなかったら、この辺り一帯の公務員の人たちとか警察官の人たちも分かってないし、そもそも人材派遣会社のその担当の方でね、多分僕よりも年齢上なんじゃないかなって思われる人だったんですけども、その人もね、年金、厚生年金と国民年金2000万円ぐらいかけてなかったら、一月15万円たどり着かないです。60歳からなのか、65歳からの支給での計算なのかって、まあ今までの例を考えても、平成12年のマクドスライド経済がどうこうとかで、一回年金の支給に関しても、65歳からで六法全書も変わってたと思うんですよ。で、今、まあ最終的に落ち着いたのが、まあ60歳からの支給なのか、65歳からの支給なのか、各自自分で選べると。だから掛け金が多い、今までたくさん掛けてた人だったら60歳で仕事を降りれますけども、まあそれまでの、例えば一軒家買った方であって、その、家のローンが全て返済が終わってるんであればね、まあそういうふうな形になるんでしょうけども、なかなか、そうもいかないでしょうから、もともと35年ローンで組むものですけども、もともとは。まあそういうふうな内容で、チラシが投函されたりとかしてるんですけども、25歳ですでに一軒家を購入してるっていうケース、だから結婚できていて、それはそれで、ハードルが高いといえばハードルが高いんだと思いますよ。やっぱり行くわとかいうそういう声が聞こえてきたりだとか、若い頃の佳子さまの声だったりだとか、あんまり疑い始めると別の人間の声に変えられるんですよね、電波で頭の中を。だからその辺のところも
本当は若い頃の佳子さんの声だったのか何だったのか。で、この間29歳のお誕生日の映像は29日に撮影されたんですよね。まあ、一応着物は覚えてるんですよ、あの着物。以前も着ていて、まあ、その、どこまで覚えていただいてるかとか、お互いに、その、お互いに言った内容ね。だから、その辺の記憶を保持してるかどうかで判断が全然変わってくるんでしょうけど、お互いに。基本的に僕は緑色が好きであると。まあ反応を見てる限りそういうふうにも見えますし、佳子さんの反応を見るとね、だから結婚希望相手っていうことを言えるのであって、ああいうふうな反応がなかったら、まず言えないと思うんですよ。で、この仕組みとかもはっきり言って、僕も全然よくわからないですね。その、土曜は何するっていう番組で、皇居行ったのが28日でしょう。で、その数日後に土曜は何するっていう番組で、関西の方にあるんですけど、番組が。で、上夏美が結婚してくださいっていう映像が唐突に出てきたんですけども、以前もそれ見たことあるんですよ、その映像。いや、だからそれ、いや、だから、本当のところ何年前がそうなんですかっていうのもありますし、本音で。もう一回テレビ局がコロナウイルスの時に、ゴールデンタイムをそのままの再放送なのに、再放送っていう文字を使わないで、そのままテレビ放送してたでしょう。あら、まあ、そもそもこれ、エネルギーの残存量問題まで、みんなが高い意識を持っていたとするのであれば、あと、交通費の部分でもね、だからしてることないかおかしいなって思うんですよ。東京の方の池上彰さんの番組の収録はある、大阪の収録ある、ずっと行ったり来たりしてるんでしょ。交通費めちゃくちゃかかるじゃないですか。ああ、その映像って本当のところいつなんですっていうのを、まあ今、佳子様とか聞かれても困ると思うんですよ。そのまま現場行って調べんかったら私たちだってわからないってなると思うんですけども。もうこれ本音で話しなかったら、だからもう今、まあテレビに出てる人たちがね、テレビ局はどういうところかっていうところ、客観的に関わってきた人間からしたらどう見えてるかっていうところを、みんなこういう話を知って、理解した方がいいと思うんですよ。で、その上原澄自身が、まあ、一応東京の方の学校とか通ってたっていうことはあると思うんですけど、1997年8年フルーツラーパークに何回も会いに来たし、ここのうちにも遊びに来てるんですよ。もしかしたら本当は兵庫県出身の人間だったんだけども、東京の学校に進学したのか、それが阪神・淡路大震災の影響なのか何なのか分からないんですよ、僕も。だからその当時昔どういうふうな話し合いをしたのかだとか、今日昔からその年金の支給に関して、その女性でね、その2000万以上かけれた人って3割超えるかどうかの世界だったと思うんですよ。まあ別にこれ女性をどうこうとかじゃなくて、そのほとんどそこまでかけれる人ってもう最初から最後までほぼ正社員じゃなかったら無理でしょう。じゃあ出産した時に一時正社員雇用じゃなくなると思うんですよ、どう考えても。そうじゃなかったら一歳にも満たないのに、育休って半年だったと思うんですよ。じゃあ一歳にも満たないのに子供どっかに預けるんですかって、絶対一旦会社辞めてですよね。だからそれがあるからこそ会社の純利益とかも保てていたり、人件費のところ、だから基本給はずっと上がっていかれたら、みんながみんな、それで最後に会社残られたって、例えば50歳超えてスピーディーに動けてる人たちって、まあ稀だと思いますし、まあそれを60超えたらもっとそうでしょうし、その肉体的な衰えとかだけじゃなくて、どっか人生でね、もうこんなもんじゃないかっていうのが、もうみんなあるじゃないですか。
で正直、まあ、正社員で入れたら入れたで、例えば公務員の方だったら絶対退職金が出るじゃないですか。で、まあ、退職金のこととか頭の中ちらついたりだとか、じゃあそんな環境下であの厳しい世界ばっかりも僕嫌ですよ。もう今までの人生のことを散々述べてますから、末端の方の人間が、どういうふうな生活なのかっていうことはもう十分に伝わってるかと思うんですけども、昔は休業保障自体がなかったですから、フーツラパークのそのシフトに関して、もっと普通にシフトを入れといてもらったらとか、だから1週間1週間で予定とか出してましたから、だから休みの日は定まりませんでしたか ら、 だからプライベートの時間帯に会って話し合うことっていうのが、まあ、まずできなくなるでしょう、男同士でも。なんか学校の友達とも会わなくなる、友達いなくなる、所得少ないから例えば会社の人とかにどっか食事に行こうとかなったとしても、所得少なかったら、所得少ない人って負担大きいじゃないですか。まあちょっとした外食はね、それなりの負担になったりだとか、全てにおいてっていうその影響が出てくる。けどその未来の時間軸からの呼びかけとかそういう話になった時に、一体僕の顔とか誰に撮られてるんだろうとか、頭の中とかね、なんかそういうことは、うん、本当に思いますね。だから、だから昔もああいう風に眞子さまらしき人物が出てきた時に、テレビを見てる時に、あとは私たちでどうにかするからとか、いろんな声とか聞いたと思うんですよ僕の。それを今考えた人間なのかコンピューターなのかもわからないですし、その田中麗奈っていうものも、あの畑山っていう人間もフルーツラーパークに勤務してきてるんですよ、1997年のフルーツラーパークに。だからその当時はどうだったかわからないですよ。ただもう親からして芸能界で例えば脱いだ人間とかだったとするのであればね、そこから育てられた子供がどういう感覚の持ち主なのかっていうのはもう簡単にわかるじゃないですか。絶対そういうのを売って金にしようとか考えちゃうんでしょ結局。だからそういうふうなものをテレビ局で再度雇用しないようにとか、結局名前を変えたりとかそういうのがあるんだったらっていうことになってくるじゃないですか。だから身元はっきりさせるために名前の固定っていうのはずっとしておかなければならないし、裁判所のその判決によって名前を変えれるっていうのも、やっぱり何回考えてもおかしいですよね。で、僕は名前変えたことがあるかっていうのはないです。だからそこはもうはっきりしてるじゃないですか。だから名前変えてしまった人間とかはどう生きてるかっていうことを考えたら、もう答えはっきりしてくるじゃないですか。だから良くないと。それはもうせいぜいその範囲内として嫁入り婿入りの時に姓と名があって姓のところが変わるだとか、まあけど難しいですね、この辺りの地域も。内科と歯科は10件ずつ以上出来上がって髪の毛染めるようなところと染めないようなところの、散髪屋さんも含めて10件以上出来上がった時点で
どっかが倒産してもすぐ新しいものが出来上がる。その時点でやっぱり、まあ、だから人口なんでしょうね。だから本当の人口っていうところを早く世の中に普及させていれば、銀行が大量のお金を保持することもなかったし、政府も大量のお金を保持することがなかった。なんか車がたくさん出回ることもなかった。あ、本当のことだけにしとけばよかったっていうことだと思うんですよ。その裁判所は真実が全てだっていう、その六法全書の最初の内容のところから言うと、だからその当時にはそういう調査がすごく難しかったっていうのはよくわかります。で、まあ皇室の人たちが、インドネシアとかフィリピンに行ったりだとか、そういう活動をされてるっていうところも知ってますし、うん、結婚希望相手のところで話がどこまで合うのか合わないのかとか、そういうふうなところもお互いあると思うんですよ。だからそういうふうなところを含めて、まあいろいろとご返答いただけたらなと思います。で、うん、正直もう僕一人じゃ全然手に負えないですね、この対処しなければならない量と。これは本当にまずいですね。その河川水門解析断末線とか地下水流トンネル発電で、まあ、この間のワールドビジネスサテライト、年初始まって上田総裁はアウだったんですよ。上田総裁がから出てきた言葉は、まあ横向きながら会うって言ってるのは、まあ多分そういう方向から聞こえてきたから、そちらの方向を見てるんだと思うんですけども、まあ、もちろん岸田さんは年末の方までは会うだったんですけども、岸田さんはもう今の段階で会わないっていうことをはっきりとおっしゃってる。まあこれはもう地震が発生した場合もう絶対そうなんだと思うんですよ。もう今地震の対応で大変お忙しいでしょうから。日本がどこで失敗してたかって言ったら、僕は高校1年生の時に、J リーグの開幕があんなにたくさんのチーム、そこは第一の失敗であって、あとテレビ局も、その当時ってすごくテレビの放送がめちゃくちゃで、19時から21時、全国放送のうち4チャンネル、だから日経以外かな、日経も結局飲まれたのかな、その波に、J リーグの。全部、サッカーの試合。1週間のうち2回ある試合のうち、もうその日が来たら J リーグの試合ばっかり。もともとテレビ局でそういうエロ業界側の人間多すぎるっていうことでの対応だったのかもしれませんけども、その方向でいくとエネルギーの残存量問題になるでしょう。スタジオもたくさん作ってしまいますから。だからテレビ局を早期に合併させたらよかったんですよ。まあ、それはもう僕は高校生の頃の話ですから、まあ、この話、まあ、何回か今までしてきましたけども、今の、まあ、例えば国会議員の人たちだってその当時はね、まだ中堅どころだったり、そもそもまだ社会人出たてぐらいの頃なんじゃないですか。僕は高校1年生の頃だから、もう30年も前ですからね。だからそれぐらいだったら社会人出たての方でも20代前半とか、今国会議員で例えば50何歳とかの方だったとしても、僕より若い小泉進次郎、彼なんてその頃ね、まだ中学生でしょうし、だからどこかこの国で投げやりだった部分を、それをずっと30年間も放置してしまっていた。これを早期にどうにかしなかったら日本は滅びます。まず間違いなく。だらだらともうこういう状況がずっと続くんじゃないですか。多分本当にそうだと思いますよ。それどころかチャンネル増えてしまってますからね、有料番組とか。だから一部そのインターネット上でその早く仕掛けなかったら、後から外資系のところとかに乗り込んで来られたら結局日本は不利になるだとか、もうそういう部分、一部分はあると絶対あるはずなんですよ。それ絶対に
あります。民間で働いていた、それは分かります。民間だけでね、行政入り込んで行政からお金が流れ始めた、もう感覚全部おかしくなりますから、みんなお金があるみたいな感覚に変わってしまいますから。だから夜中明け方の番組なんか昔ほとんどなかった、特に夜中ですよね。もっともっと早い時間だったら0時00からピーっていう内容だったはずなんですよね、昔は。でさらにその先でテレビ局の合併を複数するべきだったんですよ。もうもともと放送するものがあんまりない、それはずっと後手後手になってしまう。でテレビ出演を目指してしまうような人たちが地方から出てきて東京へ行ってしまう、地方に戻ってくるのが困難になる、結婚とかも難しくなる、この悪循環だったんですよ。だから首都の方が何を譲ってあげればよかったかって言ったら、地方へ全国放送の番組を提供してあげたらよかったんですよ、時間の枠をね。だからそれはだいぶ前から安倍政権の頃から言ってます。もう10年ぐらい前から、5年、いや8年ぐらい前かな。その例えば一つのテレビ局で1週間のうち20時間ぐらいは全国放送の時間帯を与えるだとか、地方の方にね。だそれをあの大阪でも、まあ例えば四国のどこかの放送局だったり九州だったりだとか、まあ北海道だとか、まあそういうふうに各地域ある程度割り振ってそういう形にしなかったら距離が遠すぎるんですよね。だから音楽業界に関しても、もともと音楽大学自体が全てが国立なわけでもない。まあ九州には九州であると。で、まあ、まあ近畿には近畿であると。だからその辺のところで音楽業界の人たちは活動をして、その全国放送のね、そのテレビに出るとき、それを地元のテレビ局で出ればよかったんですよ。そしたら移動の交通費もかからない、予算な、あの余分な経費削減になる、ライブの時だけ回ったらいいんですよ。そうじゃなかったらライブの途中でどうせ東京と行ったり来たりしてるでしょ、売れたら売れたら。そこなんですよ、無駄な動きっていうのは。無駄というよりもそこはそのロスにつながってるんですよね。だから東京出たら出たで会社の経費とかその法人税率とかいろんなことを覚えたら分かると思うんですけども、その寮とかに泊まったって寮だってお金がかかるから、結局会社のお金だから、だから会社の貯蓄、みんなのボーナスがそれだけ減ってしまうっていうことにつながりますから、余計なものを抱えていると交通費とか余分な費用になってる。日本は海外から大量の石油や石炭ガスを買ってる、ウランコンももちろんそう、まあ濃縮したものが送られてきてるんだと思いますけども、だから地方に仕事を、まあ安倍政権の時もそういう地方に仕事を譲るような話にはなっていましたけども、結局テレビ局はそれをするべきだったんでしょうね。で地方からの移動っていう人たちを少なくする。そうじゃなかったら、東京都だけ人口増加してましたから、だけじゃないかもしれませんけども、ほとんどの都市、まあ、海外からの死亡届うんぬんっていう方もあるんでしょうけども、あと海外移住してそのまま帰ってこなくなる人たちとか、そういう人たちもいらっしゃるんですけども、結局はその2003年の個人情報関係で人口のその生まれてくる人たちが男性女性も減っていく中で、東京都だけ人口が増えていってるっていうことになってた時点で逆行ってるんですよね。東京は人が集まりすぎて周りの景色が見えにくくなるでしょう。その景色っていうのは本当にもう見てる景色そのままなんですよ。高いビルが建ち始めて、この辺だったらあんまり高い建物とかはないから、まあ地図とかでもあの家の件数とかある程度把握できるとか、そういうふうな
ところ、行政の人口と全然違うぞとか、そういうところに気づける。だけど東京だと数が多すぎて、まあ、調べる労働力に対して自分の貴重なプライベートの時間帯を使う余裕がなくなる。結局はそういうことなんだと思いますよ。まあ、高いビルなんか昔から建てるべきではないって言われていたのになぜか建ってしまう。その不可解さはありますよね。昔はゼネコンに対して、あの各テレビ局はしっかりとゼネコン叩きをずっとしていた。建築屋さんですね、日本語で言うと。それは本当は正しい姿であったと。まあ別の動画でも一応言いますけども、もう万博が出て中止ですよ。地震をきっかけに。もともと岸田さんもそういうこと国会で言ってましたから、か記者会見の場で。本当に他の人も言ってましたよ。本当にあの震度6強とか震度7の地震が来たんだったら、まあ震度6弱でもそうでしょうけども、万博やめるっていうようなことは、もうそれはそうだと思うわって、1995年の阪神・淡路大震災の時に、東京都の万博は中止になってるっていう。まあ、不可解ですよね。まあ、いろんなことが不安になると、昨年のその佳子さまの着物を着られていての、29歳の誕生日の映像に関しても、本当に29歳の誕生日の映像かなってやっぱりなってしまいますね。以前も誕生日の時じゃもしかしたらなかったかもしれませんけども、佳子さまに聞いたと思うんですよ。29歳の誕生日のその動画の、最後の方で、初恋の人で会ってますかっていうところと、そこで佳子さんふんってこう笑顔でうなずいてくれて、その後の、その記録とかメモってありますかでこう首を振ってるって、昔からそれ何回か知るじゃないですか。だけども、電話番号まだ知らない。僕は佳子さま。で、もしかしたら昔僕に教えてくれようとしたのかもしれない。その時にどういうふうな会話をしてるかによって、どういう意味でその電話番号を教えようとしてるのか、それは分からないですよ、本当に。いろんなことを深く聞かないと。だから何でも話し合わなかったら、物事進まないでしょうから。まあ多くの人で、まあ、この現状を嘆いて投げ出さないことをどれだけ多くの人たちに広めることができるかっていうことが、人類が滅ぶか滅びないか、日本が滅ぶか滅びないかにかかってる。しかももう近年の話なんですよ、どう考えても。残りの残存量を考えるとね。まあこういうふうな喋り方とかで、まあ僕は何に悩んでるかとか、だから、まあエクスペンタブルズ4、何でしたっけ、その後の名称。後からその調べたら、正式な名称とか出てきていたから、後から知った方ですね。シルベサ・サロンさんのインターネット記事じゃね、そのシルベサ・サロンさんが中央に立ってるそのパッケージというか DVD のジャケットといいましょうか、そういう風な内容で、まあ、映画のポスターといいましょうか、インターネット記事で流れていたので、あ、まだ出てるんだなって思ったんですよ。だけどもうエクスペンタブルズ4には出ないっていう内容はインターネット記事で書かれていて、年齢見たら、あ、もう77歳だったと。あ、それそうだろうなって思いましたね、シルベス・スタローンさん。だから、日本に、まあ、以前来てくれたのも、
最後の僕との会話のチャンスだったと思うんですよね、実際に。まあ結局通訳の方を通して話すことになるんでしょうけども、そこでいろんな意味とか話できていたのであれば、その頃から人類全体は変わることができたのかもしれない。車の売りすぎの時代から本当にエネルギーの残存量問題とか、そういったことにしっかりと耳を傾けて、本当の人口と、それでも石油の消費量が増えてしまっているっていうこの現実と、それを本気で向き合う時が来ていたのかもしれない。だけどもその好機は逸してしまっている。そのためのテレビでもあったはずですし、その今言ってるのは、その何かを伝える、重要な内容を伝えるのはテレビであって、それ以外のツールってないんですよ。 SNS なんかじゃ無理です。僕の再生回数見てもらったら分かると思うんですけども、もともとエロ業界と深く関わってきた、エロ売ってきて金に変えてきた連中がテレビ局でのさばっている以上、多分この国は滅びますね。それが変えることができない限りで、警察官が率先して動こうとしない、この時点で多分無理ですよ。で、無駄なそのスポーツ選手がたくさん増えた。だから本当の人口を知った時に、そのサッカーの昔の状態を知った時に、で、日本プロ野球界の現実を知った時に、だから日本のプロ野球業界でもスタジアムをね、球団保有できていないっていう現実を知った時にね、それでもっていうもんですよね。東京オリンピックをしてしまったっていうもんですよね。2006年に関しても東京都政六法の方で、東京都の方でオリンピックの基金を集め始めた。その頃石原慎太郎さんでしたっけ、知事。水面下で誰が一番最初にそういうふうな行動に出ようとしていたのか。ある一定の時期までは多くの方が踏ん張っていたんだと思いますよ、2003年の頃ね。2003年以降にその精神病院通いにさせられた、それ狙いで動いていた連中がいた。その後崩されたんじゃないですか、2004年5年。で、2006年に東京オリンピックの危機、だからアダルトコーナーを置いた時点ですぐに警察官潰しに行かなきゃならないんですよ。だからそれができてないんだったら警察官無理ですよっていう話にしておかないと。僕は何件か潰しましたよ、この辺り。あの20歳ぐらいの頃に六法全書を持ったまま相談する相手がいる中で、その方向性でずっと僕は生きていくべきだったんでしょうね。だけど時間的働きながらずっとって、結局僕一人の負担大きいですよね。河川水門外式玉発電の撮影とかもちょろっと行きましたけど、それで他の人たちとかと、まあ、車途中まで乗せていくぐらい、一緒に撮影行くぐらい、ちょっとついていったろうやないかみたいな空気はあったんですよ。で、他のところから、まあ、こういう人も来てとかっていうような形で、複数の人間で、別の日とかでね、撮影に行ってるんですよ。この日は長田工業高等学校の同級生だったものと一緒に撮影しに行って、この日は別のものと。なんかもう今考えたら一番最初から生活保護のまま動いた方が良かったんじゃないかっていう気がしますね。で、河川水門解析玉発電とか撮影しておいて、で、政府上層部の人たちとのつながりをキープしておいたまま、特許を通して、すぐに GO で作っていれば、今頃はとうの昔完成している。昔は水門外式玉発電、地下水流トンネル発電、まあ琵琶湖のトンネル込みですけども、春
春と秋ぐらい琵琶湖の地下水をトンネル発電使わなかったとしても、河川水門開式玉発電だけで5000万キロワットほど発電できていれば状況は随分変わっていた。まあ、どこまでその数字に近づけるかわからないですけども、日本中とにかく全部設置してみると、満水まで水を溜めて河川の底もコンクリート化すれば晴れの日でもそれなりの水量は見込める、見込めていた。24時間稼働させながら、琵琶湖の地下水量トンネル発電ができていれば275億トンぐらいの重量ですから、まあ、もちろんトンネルは斜めにちょっと角度をつけて、まあ、傾斜緩い傾斜ですけど、日本海に向けて、まあ、25キロほどのトンネルを、まあ、作るわけですけども、水圧が尋常じゃないでしょうから、それが、まあ、一部の200、仮に、まあ、貯水量にもよるでしょうけども200、まあ、琵琶湖の北側と南側で形状がちょっと違うんですけども、深さとか、まあ、それによってかかる水圧とかもいろいろあって、まあ、その辺のところを差し引いたとして、まあね、その横に斜め、いやいや横というか、まあ、斜めに掘っていくわけですけども、なんかそこに真上からの水圧とかではないしっていう形にはなるんですけども、相当な多分億トンという重圧、その凄まじい重量による水圧がかかってくるわけですから、20センチ ×20 センチの河川水門外式玉発電でも24時間回していれば、ギア比上げていけばとてつもない発電量を発揮するはずだと思いますよ。最後のギア比、だから最初の方に書いていた50段階ギアとかそういうふうな名称をつけていたのは結局そういうことなんですよね。継続して力が加わるのであれば高いギア比を持っていけると、それはとんでもない発電量を生み出す。だけどもそういうふうなアイデアに関して誰も協力してくれる人がいない。だからこれ正直もう本音で話しなきゃならないと思いますけども、この間ね、その信号のところで横にいたのが眞子さまだとするのであればね、そういうふうな未来投げ捨てたのかなっていうのがもう本音ですね。僕に声かけない、助けようとしない、力になろうとしない、小室圭彼も自分の未来投げ出してしまったのかにやっぱり思うんですよね。今からしても遅いぐらいですから、世界国勢税の2014年から2015年度版、これで石油採掘からの埋蔵を見たときに変だって普通は気づくと思うんですけども、まだどっかに当てがあるのかなと思ってたんですよ、これに書かれていたから。人類のそのエネルギーがね、いつまで持つのかっていうところで100年後ぐらいまでが限界と違うかと、まあ、そういうようなことを書かれてるんですよ。河川水門外式玉発電とか出来上がってからの数字とかも込みなのかもしれない、こちらのものは。だからこれだけ言っても他人事で、節約の方向に舵を切らない人たちが多い。まあどこに、そこの春山整骨院、いまだに車に乗ってくる、なんか社会知らず。まあ、佳子さまたちがなぜ歩いて、まあ、国会議員の人たちとか、なぜ歩いて淡井圭介の家の横を歩いていたのかっていうところの答えも、あそこにいる人たちには分からない。車に乗ってる人たちは、車イコール乗ってる時に自分の力と勘違いしてるから、ただただ社会人になったつもりになっただけ。髪の毛染めてる人間は本当に多い。だからまあ聞かれていて、まあちょっと暗くなってしまうかもしれませんけども、僕自身は投げ出してはいない。まあなんとか前に進めようとはしてるんですけども、まあ正直ちょっと厳しいですね、今の状況。一人で動いていてもどうにもこうにもなるような問題じゃないんでね、早く電話かけてほしいなというところです。これが希望です。以上です。
まあ、武田恒康さんとか気軽に電話かけてくれたらなとか、その訴訟とかでね、その辺の部分とかに関して、まあ、佳子さんに関してはその僕のことどう思ってるのかっていうところ、まあその辺のところはもうストレートに答えてもらった方が、正直その方が気持ちすっきりしますね。その結婚できるにせよ、振られるにせよ、振られるっていう、なんかこのことも変だなって思うんですよ、本当に。野球の三振の話なのか何なのかって、本当に大真面目な話、誰が言い始めたのって、一番最初に言って。断れるかどうかでしょうって。振られる。棒に振る。ですかね。なんかそれはそれで野球っぽいし。第二次世界大戦の前から日米野球してましたから。以上です。まあこれが素直な本音で、うん、まあ僕なりにはその時感じた時の内容とかを素直に本音で言ってるつもりですし、まあそこには伝える時に、まあ、笑顔とかそういうものがなかったら、感情表現がね、どう思ってるのか、ずっとこういう喋り方は無理だと思うんですよ。全く笑顔がなかったら、本当に。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。